奈良県十津川村。非常に山深く標高1000メートルの山の頂上付近に今回ご紹介する神社が鎮座されています。神様に呼ばれないとたどり着けない神社として有名な日本屈指のパワースポット。行くことが困難だからこその神聖さや波動の高さは別格で、特に辰年である今年は龍神様のパワーも最高潮に高まり、様々なご利益をいただけたり、とても不思議な体験をしたり、 SNS でも話題になっているんです。そしてこの神社にはせっかくたどり着いても見逃してしまう重要なスポットがいくつか存在しています。そんな大切な場所も網羅して2024年辰年の玉城神社をお届けいたします。Thank you.
さらに、この鳥居の右側にも、とてもエネルギーの強い岩がありました。ぜひ、波長を合わせてご参拝ください。
それでは、続いて、左側のエリアへ、参拝いたします。それでは、ここからは、玉城神社の元となった山の中に鎮座されている非常に神聖な聖地へ向かいます。
私たちの魂を成長させる大きなステップの一つが不安からの解放です。不安に打ち勝ち解消することが今回の人生の目的の一つです。だからこそ人生には不安なことが数多くやってきます。不安が来ないと魂が成長できないからです。ただ不安とは心が作り出す単なる幻想です。この真実に魂が気づいた時、すべての不安は消えてなくなり、今世のテストをクリアできるのです。はい、ということで今回は奈良県の十津川村にあります玉置神社をご紹介いたしました。私はこの玉置神社を参拝するのは2回目でして、1回目は十津川温泉郷を越えて橋を渡ったそこでですね、通行止めになっていまして、土砂崩れがその先であって、工事をしているということでね、通行止めだったんですね。かなりずっと行って、あともう少し山を登ったところというところでですね、通行止めで、でその後ねぐるっと戻って熊野の方を回ってですね、別の道で行ったんですね。でこの周辺自体ですね、まあ道も細くて、土砂崩れが頻繁に起きていますので、通行止めも多い道ですので、ですのでね、実際に行ってもこうなかなか行けないことも多い場所にある神社なんですね。で今回は8月8日龍の日の夜、和歌山県の龍神村で夜のねお話し会をやったんですけども、その龍神村に泊まって8月9日にですね、次の日朝早くに龍神村から玉置神社に向かいました。でこれはですね、今までにない本当に細い道でして、ガードレールもない、非常に怖い道が続きました。で Google マップでね道案内、してもらって行ったんですけども、1時間以上ですね、その Google マップで表示された時間よりも長くかかりました。非常に細い道でね、大変でした。さあ今回ですね、プラスでちょっと2箇所ほどご紹介したいんですけども、一つは、以前ね数年前にこの玉置神社をご紹介した時もですね、非常にエネルギーの強い場所としてご紹介していたんですけども、ここはですね本当に私こう導かれているなっていうのを感じるんですよね。実はこの場所ですね、今回行った時に忘れてしまっていたんですけども、ただやはり最後の最後で導かれていくことになったんですね。でこれはですね、神社に向かう途中の山道こう歩いていますと、最後の方にね分かれ道があるんですね。で右の下の方に降りていくのが通常皆さん行かれる道で、体の悪い方はですね左から行ってくださいっていうふうに分かれ道が出てくるんですね。でこの左側を行きますと、ずっと神社まで割と下っていく、階段とかが多いので、まあ行きやすいっていうルートではあるんですけども、逆にですよ、下りが多いっていうことはこれを帰りに通ってくると上りが多いっていうことですよね。私前回もこの上り坂をね通って帰ってきたわけですよね。でそして今回もなぜかこの上り坂とは知らずにっていうか忘れてしまっていてですね、このルートで帰ってきたわけですね。で上り坂が多いなと、なんでこの道を私は選んじゃったんだろうっていうようなね思いでこう帰ってくるわけなんですけども、ただ途中で出てくるんです、それがこちらなんですね。この巨大な
岩倉のところがですねお祭りされていまして、この場所がですね私本当に強いエネルギーを感じるんですね。これまあ理由はわからないんですけども、この山自体のエネルギー、そして岩のエネルギー、両方ともがですねこの道にこう降り注いでくるような感じなんでしょうか。非常に強いエネルギーを感じられます。ですのでもしかしたらですね普段エネルギーとかね感じにくいんですよという方もですねおそらく何か感じられるだろうというぐらいすごい強い場所ですので、ぜひね行っていただきたいと思います。さらにもう一箇所ご紹介したいんですけども、それはですね玉城龍神水という場所なんですね。でここはですね玉城神社から車で40分ぐらいかかるんです。また細い道をね行かなければなりませんのでご注意いただきたいんですけども、ここ私初めて行きました。こちらですねまずご覧ください。この大きな岩倉があります。しかも立て札に亀岩白龍大権現って書かれていたんですね。亀さんと白龍さんが名前に書かれています。実は最近私ですねこの亀さんに導かれていることが多いので、ここで見た時には本当に驚きました。でこの岩倉にご挨拶して、さらにちょっと上に行ったところにですね小さな祠もありますので、そちらにもねご挨拶させていただきました。で、左に行きますとそこに玉城龍神水があります。でこの水がですね行っていただくと分かるんですけども、非常に清らかな水なんですね。でこのまあ水があるわけですから、この一帯がですねもう全部浄化されているような感じなんですよ。ですので行くだけで非常に気持ちの良い空間に、このエリア自体が浄化されていますし、そんな心地のいい空間でいただけるこのお水、本当に清らかです。浄化されますので、玉城神社にね行く前にここで浄化して清めてからね参拝される方も多いようです。ぜひぜひおすすめの場所でございます。リュウさんミニミニ情報ということでね、リュウさんのミニ情報をお届けいたします。今ですね沖縄の浦添市美術館でこんな展示会をやっています。それがこちら、集まれ龍っていうですねすごい素敵なタイトルの展示会でしょう。集まれって言われてますのでね、早速私行ってまいりました。こちら浦添市美術館、私大好きなんですよね。建物自体が、芸術作品というかアートのようなね建物で、本当に素敵でして、沖縄の植物がですね本当にうまく配置されていて、とてもね素敵な場所なんですね。でこの美術館で9月8日まで集まれ龍という展示会が行われています。中にはですね本当に素敵な龍の柄のさまざまなものが展示されていました。でどれもですねこう歴史のある貴重なものなんだそうでして、そこにねいろいろなスタイルの龍さんが描かれているものがですね展示されているんですね。まあ本当にいろいろなタイプの龍さんの作品があるんだなっていうのもですね、それだけでもまあ見ていると楽しくて、龍好きには本当にたまりません。私もですね夢中になりまして、あっという間に時間が過ぎてしまいました。こちらはですね大きな机なんですけども、上にね龍さんの絵、これはもう薄くなっていたんですが、よく見ますと机の足の部分がですね龍さんの手になっているんですよね。でしかもちゃんと宝珠の玉をこう持っているというかね、それが一番下に来ているという、なかなかおつな素敵な龍さんのテーブルでした。気になる方はぜひぜひ浦添美術館で9月8日までやっております。どうぞ行ってみてください。
ということで、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、新作のね YouTube がアップされた際にお知らせがいくようになっていますので、とても便利です。そしてグッドボタンやメンバー登録での応援、とても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。